はい、おはようございます。生誕野菜長の浅井です。はい、今日はですね、今お客さんが来ていただきまして、で、お客さんの悩みがですね、そのゴルフをやられる方で、ふくらはぎ、足のふくらはぎと太ももの、またですね、またももまた、はい、そこが痛いということでした。ものすごく、ふくらはぎが発達されていらっしゃいまして、ゴルフのラウンド、午前中を回ると、それで足がもうつってしまうっていう状態で、そういうことがなくなるようにしたいということで施術に来ていただきまして、施術させていただきました。はい、これからの時期寒くなってくると、寝てるだけで、小村帰り、ふくらはぎが、そのまま張ってしまうとか、何ですか、つってしまうとか、あと、その手が震える、指が震える、肘が関節痛がすごくする、など、冷たくさらされるところはどんどん冷えて、神経が、末端神経がどんどん冷たくなって、何ですか、神経麻痺で、動きにくいとか、指紋薬ができたり、病気になりやすかったり、血がいかなくなっちゃって、壊死したりなんでしょうね。そんなことありえますので、そういうことにならないように、事前に、施術を受けていただくことで、病気や、そういう、心配ですね、体の関する、寝てる間、冬場に起きて考えられる、突然発作、突然死ぬ、突然死とか、いろんな要因考えられますので、そういったことがないように事前に、気になる方、ご家族の方、ご自分のこと、旦那さん、子供、おじいちゃんおばあちゃん、など、少しでもなんか楽になってもらったら嬉しいなって思われる方が周りにいらっしゃいましたら、生体院の施術っていうのは本当に一回受けていただけでも、ものすごく結果がすごい感じていただける施術になっておりますので、そういった施術を、プレゼントしていただけるっていうのもこのクリスマスの時期にいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひそういうふうな視点で、ぜひ生体院野菜の方のご利用もお待ちしております。はい、本日は12月の11日ですね、今年残りあと20日20日ですね、もう20日経ったらもう令和2年終わって、令和3年ですね、ということでもうあと20日しかないですが、ぜひ生誕野菜の方、またご来の方お待ちしております。よろしくお願いします。失礼いたします。